悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個でいつか交換こしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたら